イチョウハクジラは、ハクジラアモク、赤棒クジラかオーギハクジラ族に属するクジラである。珍しいクジラであり、あまりよく知られていない。下顎に一体の歯を有し、その歯の形状が、イチョウの歯に似ているために、イチョウ歯と呼ばれる。種小名の銀子デンズは、イチョウを意味する銀子と歯を意味するデンズに由来する。生態の体長は、雌雄ともに約4.9メートルに達する。 生まれた直後の体長は約2.4メートルである。イチョウハクジラの体型は他のオオギハクジラ類と比べるとがっしりしているが、その他については典型的な体型である。興奮の長さは平均的な長さである。上顎には歯は持たないが、下顎の中ほどが大きく盛り上がっており、そこにイチョウの歯に似た形状の歯を一体のみ有する。その歯は大きいが、 コブハクジラや太平洋オオギハクジラのように下顎の歯が上顎からはみ出すほどではない。オスの体色は全体は濃い灰色であるが、興奮の先端や頭部付近は明るい灰色で、尾の腹側に白い反転を有するが、個体による差がある。メスの体色は、灰色は明るい灰色であり、腹側はより明るい灰色である。他のオオギハクジラ類のオスの全身には、 同種の誘導詞が争ってできる紙傷を有することが多いのに対し、イチョウハクジラにはそのような傷がないことが特徴の一つである。座礁の報告例は20未満であり、日本、カリフォルニア州、ガラパゴス諸島、ニューサウスウェールズ州、ニュージーランド、スリランカ、モルディブ、マラッカ海峡における座礁が報告されている。 生息域は、インド洋と太平洋の熱帯域から温帯域にかけての海域であると考えられている。生息数は不明である。オギハ白ジラ類のオスの生態は、同種の誘導子で争った際にできる噛み傷を有することが多いが、イチョウハクジラにはそういった噛み傷がないため、同種の誘導子が争うことはないと考えられる。主にイカなどの統足類や魚類を食べる。 その他については不明である。日本の沖と台湾の沖における野生下での生態の観察例が報告されている。稀ではあるが、捕鯨の対象となった個体も知られている。流し網による根核の例も知られている。IUCN のレッドリストではデータ不足に分類されている。 ステーションスペシャリストグループ、メッセープロドン銀コデンズ、2006IUCN、レッドリストオブスレッドンドスピーシーズ、エンサイクロペディアオブマリーンマーマルズ、エディテッドバイウィリアム・フェフ・ペリン、ベルント・アーシグ &JGMC ウィシン、アカデミックプレス、ISBN0 から12から55万1340からにランダル、アールリーブス、ブレント・ S ・スチュワード、フィリップ・ J ・クラパムジェームズ・ A、終わる。 シーマーマルズオブザーワールド、A&C ブラック、ロンドン、ISBN0 から713663340銀庫、トゥーストビークとホエールテキサス A&M ユニバーシティコープスクリスティーメッセープロドン、銀庫ネンズ CMS 改正哺乳類、図鑑国立科学博物館動物研究部。ありがとうございます。